こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアじゃない。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ、カルチョビットアーを始めていきましょう。首位のエルダード欧州との対決です。勝ちたいです。公式戦ベストメンバーで戦わねばなりません。2人怪我で失ってんのか。そうですね。どっかと幸子を入れ替えよう。強いな。王女はでもそんな C が多くて強くないんですよね。キーパーはここ強かったと思う。そんなに差がないですね。さあどうでしょうか。キックオフ。さあ、早いですね、さすがボール回しも。外れてくれた。はい、直線チャンス。あ、チャンスじゃない、ピンチだ。助かったんだ。弱かった。ここ最近引き分けばっかりは勝ちがないんでね。特にエルダード欧州を叩くと叩くとやっぱり大きくアジアチャレンジ投票まで前進しますからね。ここはきっちり決めないと。チャンス、やったー。自然視点。いや、スパーンとボレーが決まりましたね。緑から幸子へ、幸子から最後は窓かですね。窓か決めました。いや、フォワード以外が決めたって大きいですね。そう、幸子ちょっと疲れてます。前半での交代を視野に入れないといけないと思います。ちょっとキーパー外れたね。うまい。チャンス。さあ、幸子、キシッキー。2点目、幸子、ナイス。
これうまく7個縦パス決めましたね。これは有利な、ありがたい2点目です。さあ前半2点先取です。これはかなり有利になった。さあさっきお疲れ様ですね、よくやりました。見事交代です。後半ですね、後半5分を経過していますが、まだ 点は入っておりません。きっちり行きたいですね。おい、くるみー、おっとファールならず。チェアボールのスローインです。そもそも2人目の交代もロシアに入れないとカリスかな。カリスをさあ変えましょう。人気、人気はいいですからね。交代枠使い切りましょう。あえて早めに動いて運動量の問題ありますかね。あーっと相手渡しちゃった。さあ7個、そして左へミオ、ミオから、これは繋がらない。外に打ち出した感じですが、まだチェンジしてなかったんだ。もういいですね、流れがいいです。そんなにいい選手エルダード欧州出せなかったっていうのもありますよね。まあでも優秀なキーパーから2点も取ったっていうのはすごいと思います。さあマドカ完全に打ち勝っています。内容も上回ってちょっとクラムニがある。クリアです。さあそれをこぼれ球を、これを緑が拾った。緑もう一発、試合終了。やりました、2対0で勝利。前半で大きな体勢を決めましたね。クルミはなかなかうまくいかないですね。さあ、サチコか、マドカなんですね。サチコ、マドカ。サチコが。サチコ、今度はサチコですね。シュート本数も圧倒的。4本。
これで、首位獲得ですよね。節子が復帰です。筒美が8000万、すごいな。はい、ということで、これで2点差ですね。リマッセ大阪が2位に上がりますね。はい、ということで、見事に首位の、なんかすごい疲れが溜まってます。やばいな。ブラッククラブかな。キャピタル東京。6位ですね。上位、常連だったんですが、6位まで落ちてます。まあ、強いことは強いんですけど、はい。まあ、強いはずなんですけど、疲れが心配です。さあ、一周。開くことでどうなるかっていうことですね。はい。というわけで、エルダード欧州を2対0で勝つことができまして、再度首位に上がりました。このまま、11節半分かな、およそ。キャピタル東京が、一回り目最後ですね。前半最後の一戦になります。しっかり勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。